赤月民会は、1920年5月、当時総大学生であった、高津正道、高瀬清氏によって結成された、学生、労働者の政治団体、社会運動団体である。会の中心メンバーの多くがいわゆる、赤月民共産党事件で検挙された。早稲田大学学生であった、高津正道は、学生団体、民人同盟会を結成した後、 同じ総大生の高瀬清と共に、社会運動の研究と普及、啓蒙、葬儀の応援、党首の養成を目的として1920年5月、赤月民会を結成した。翌1921年1月に、アナボル提携を掲げて、労働運動が創刊されると、高津はこれにも参加し、大杉久志と共に、党首の中心となっていたアメリカ帰りの社会主義、運動家である、 近藤映像に接近した。同年3月頃、近藤らによって、日本共産党暫定執行委員会が結成されると、赤月民会はこれに組織として参加した。同年4月、コミンテルンとの連絡のため上海に渡航した近藤は、コミンテルンから、党結成資金として6500円を受領するも、木と下関有供事件で、検挙されて、公金。 所持金の出生を探知される失態を演じた。その後近藤は共産党暫定執行委員会において正式な共産党決闘を準備していた坂井俊彦に資金の提供を持ちかけたが拒否されたため高津らに共産党結成を提案した。8月頃に大学当局によって民人同盟会が解散させられると会員たちは日本共産党を称して活動し始めた。 高津ら赤月民会有志に、中曽根和ら無三者の有志を加えた人々は、古民テルン資金の一部を使って、宣伝ビラを作成し、東京、大阪、京都、神戸など各地に配布。11月には、東京での陸軍大演習に向けて各地に、分縮中の将兵宛に、共産党本部名義で、上官にそけなどの印刷物を送付した。近藤はこれらを、 共産党結成として、上海のコミンテルンビューローに古代に報告、さらに資金を要請した。しかし11月25日に、近藤が逮捕、12月1日には関係者40名が一斉検挙された。近藤、高津、中曽根らは、8月20日の協議により、赤津民共産党を結成したものと当局によって決めつけられ、被検挙者中15名が、 出版法及び治安警察法の違反容疑で起訴され、1922年4月25日、近藤の禁庫10ヶ月のほか、高津、中曽根ら合計8名の禁庫罰金の判決が下った。この事件によって、赤月民会は壊滅したが、そのメンバーの大半は、同年7月の日本共産党、創立大会に参加したため、赤月民会は、 第一次日本共産党の源流の一つとみなされている赤月民共産党事件に関するカテゴリーありがとうございます。